そう、あのさっきグローブの調整をされてたんですけど、いろいろとちょっとお話もお伺いして、グローブの紐の余った部分を野球好きのお子様にプレゼントしてるっていうのがあるんですよ。なんかすごい素敵なお話だなと思って。いいことだと思いますよね。まあいらないものなんだけど、子供にとっても、はい、いやそうですよね。なんかね、お守りにしてるっていう子もいるみたいな。そうみたいですね、そのままポケット入れてプレイしたりとかされてる。なんかそういうのってまたなんか嬉しいですよ。はい、嬉しいって思ったんで。いや、そう嬉しいですよ。そういう月に1回ぐらいあのグローブ見直してっていうのをされてるって聞いた。そうですね、やっぱりこうあのグローブの皮も、はい、こう気候によってあの全然変わってくるんで、はい、その辺はちょっと手入れが必要かなと思って、そういうふうにちょっとこうやってもらうだけでまだ生き返るんで、そこはもうプロの職人さんがありがたいですね、はい、いいプレーができるように、ちょっとなんかどういう煽りそれ。うわすごい悪い先輩。いつもこんな感じなんですか。え、いやいやカメラ回ってるからね。こういう風になんかいじってくれます。なんかあんまり青木選手いじられるイメージないんですけど。あ、本当ですか。いじられてる。いじられますよ。今は石川さんだから。石川さんだから余計にね。石川さんはいつもいじってくる。じゃあ練習頑張ってください、はい、ありがとうございました、はい。選手が今まで使ってたグローブの紐の部分の余った部分、こうやってメンテナンスさせていただいて、余るじゃないですか、で切ったものを取ってあるんです、それ何で取るんですか。子供が喜ぶんです。あの例えばグラウンドへ行ったりスポーツショップ行ったりするんですけど、そういう時に子供たちが来て、青木さんのグラブだとか、青木さんのファンなんですとか、行った子にこれあげるよって言うとむちゃくちゃ喜ぶんです。青木さんが使ったグローブの紐だって、それ確かに喜ぶかもな。高校生とかもやっぱりゴールデングラブ取ってる選手だから、お守り代わりにこういうでしょうね、はい、ありますよね、はい、なんか青木さんと一緒にいるような気持ちになれるというか、夏場だと皮って柔らかくなったりするんですか、だからすごい気になるタイミングがもしかしたら最後が短くなるかもしれない。気温で皮が変わってくるんじゃないですか。例えばずっと使ってたら柔らかくなりすぎちゃったから、練習用の方がしっかりしてるから、こっち試合で使ってみようとか、なんか革靴をこう2足履き分けるみたいにするんですけど、もうこの時期になるとおそらくこっちがゲーム用なんですけど、青木さん可愛いのはここに混じってチョンってしてあるんですよ。あの人パッチしてないんです。本当あの人すごいでしょ。あの人本当はマジックチョン。これむちゃ可愛いんですよ。可愛いですね。そっちが試合ゲームですよ、ね、作る人間としては喜びですよね。そうですそうです。それだけでも提供できるわけですもんね。10メートルぐらいあるところから飛び込みしたりとか、本当に、いや言い過ぎたかもしれないでしょうね。悩んでても苦しんでいても私たちは助けるよ。クモ押すね。そうやっぱりクモ。いやカメラ目線いらないから別に。ヘベス、ちなみに俺ヘベス大使。